頑張大阪藤原博樹。幼き頃サッカーと出会い憧れた選手とは。左利きなんで中村俊輔選手っていうのは本当に憧れで、フリーキックとかめっちゃやってましたね。練習もう終わってからずっとひたすら蹴ってましたね。どうやってあんな曲がるんやみたいな感じでやってたのを覚えてます。中村俊輔、その左足から放たれる芸術的なフリーキックで何度もネットを揺らした天才レフティ。フリーキックは本当に見ていてワクワクしましたし、やっぱりこういう選手になりたいなっていうのはずっと思ってました。自分が憧れる人がこうなんですかね、目標にしていければやっぱりどんどん自分もサッカー好きになりましたし、どんどんこう練習していけるかなっていうのは思ってたんで、やっぱり憧れっていうのは大事かなと思いますけど、もうちっちゃい時からの憧れだったんで、本当に遠い存在でしたけど、やっぱり一緒のねピッチに立ってってなると、やっぱりちょっと少しでも近づけたかなと思いますし、こう生でね間近でプレー見れるっていうのはもう対戦相手としても嬉しいですし、もう本当に、負けないようにっていうのは思ってやってます。藤原博樹のヒーロー。